これで完成と。どう？すごくいい色合いでしょ？気に入ったならよかった。これはあんたのために描いた絵だからね。お、首筋に絵の具？さっき手でこすったのかな。自分じゃ気づけない位置だったから教えてくれて助かったよ。え、拭いてくれるの？やった。それじゃあ任せるね。よっと、座った方があんたも拭きやすいでしょ。意外と冷たいね。ああ、うん、大丈夫だから、そのまま続けて。え、落ちない？ああ、時間が経って乾いちゃったかな。なら、もう少し力を入れてみて。いや、痛くはないよ。ただちょっと不思議な感じがしてさ。くすぐったくて、暖かくて。多分、耳にかかったあんたの息のせいかな。あ、俺の耳が赤い。そういうあんたも真っ赤だよ。だから耳は反則だって。ちょ、くすぐったいってば。お姉さん、ますます悪い子になってきたね。え、もう終わり？あ、いや、その、早かったね。拭いたとこが赤くなった？大丈夫だよ。どうせ誰にもバレないから。これは、あんたと俺だけの印だからね。波が高くなってて危ないから、船が揺れる前に俺に捕まって。大丈夫だった？そっか、よかった。あんたが怪我してたら多分俺は一生自分を許せなかったと思う。な、まだ俺から離れないで。揺れが収まるまでこのままでいいよ。別にからかってないって。ほら、こうしてれば安心でしょ。だから今のうちにソファーの方に移動して何かに捕まっておこう。おっと、また揺れ始めたね。お姉さん平気？なら何も考えずに俺に捕まってて。大丈夫、俺がついてるから怖くないよ。うん、だいぶ収まってきたね。どう？まだ怖い？お、あれ？顔が赤いみたいだけど、もしかして照れてるの？黙ってると肯定したことになっちゃうよ。ちょ、ごめんごめん、俺が悪かったよ。ちょっと外の風に当たりに行こうか。中にいると酔いそうだしね。優しい？当然でしょ。今回誘ったのは俺で、あんたは俺のお客さんなんだから。俺が責任を持って、おもてなしさせてもらうよ。